わっチャンネル。さあ、今回で野田市北部地域の某所からお送りしているこのシリーズも最終回、森の終わりが見えてきましたよ。山だったり道だったり竹林だったり、本当にいろんな顔があったね。そうだよね。さあ、最後の今回はどんな草花に出会えるんでしょうか。これとこれ種類違うんですけどマスクサ、こっちがマスクサですね。でこっちヤブスゲ。どう違うんですか。これもう実になってるんですけれども、この穂のところ、穂の幅が広くてずんぐりしてる方がマスクサです。ずんぐりね。でこっちのヤブスゲの方はずんぐりしてないですよね。スラッとしてる。スラッとしてますね。その違いですね。へえ。隣り合って生えてるからすごいですね。そうですね。レア度で言うとマスクサはどこにでもあります。ヤブスゲがそこそこ貴重かもしれないですよ。マスクサはスゲの仲間。見た目が地味なので見過ごされやすいけど、身近な場所にたくさん生えているよ。穂はコンペイトウみたいな形。種を包んでいる花苞はずんぐりむっくりしているんだ。ヤブスゲは文字通りヤブの周りに多いスゲの仲間。マスクサに似ているけど、種を包んでいる花苞が細長く先が尖っているよ。地味だけど実は千葉県では希少な草なんだ。でまあちゃっかり姫城も、うん、綺麗。そしてちゃっかりカノコが、カノコどこにもいますちょうど今シーズンですからね。やっぱこう 下向きに止まりたがりますね、この子は。恥ずかしがり屋さんですね。あとヘビイチゴも結構待ってますよ。おー、いっぱい。おー、食べてみますか、ヘビイチゴ。これね、ヘビイチゴ。この表面のつぶつぶみたいなのが本当の実です。これはですね、まあ、美味しくないんですよ、うん、味がしないというかね全然味がしないんですよ、全く。あ、エゴの木がありますね。もうお花終わって実ができ始めているんですけど、これね、ほら、まあ、これすごいサポニン含んでてえぐみが強くて、でこれを昔はね、これをこう粉にして、あ、粉じゃない、潰して、あの皮の上から巻いて、魚が、そうすると毒で魚が浮き上がってくるんで、それ捕まえて食べたとかね、うん、そんな使い方してたの。はい、その漁法は今禁止されてます。なのでやらないでくださいね、あの環境にも優しくないのでお魚さんがね、かわいそうなことになりますので、ね、それはもう昔の話です。エゴノキの果実の皮にはエゴサポニンという成分が含まれ、舐めるとかなりえぐい。えぐい木からエゴノキの名がついたと言われているよ。この果実の皮を潰すと石鹸の代わりにもなるんだよ。じゃあ、これでゴールになりますかね、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。とにかく野田の中にはこういうところがまだここ以外にもある。やっぱり湿地と林が連続したようなそういう場所って野田は多いんですよ、もともと。でそこがね、守られていないのがとてももったいないので、まあ、ここを今日歩いていただいたこの場所を、まあ、あくまでもスタートラインだと思って、他のところもどんどん保護ができるようにしていければいいなと思っています。はい、はい、魅力になる原石がいっぱいありますのでね、原石をどんどん磨いてね、魅力をどんどん高めていって、魅力発信につなげていけたらいいですよね。そうですね。今日はありがとうございました。